こんにちくわ。バンクワスだってアンナちゃんが好きなキャラクターでしょ。ポケモンだっけ。聞いたことある。こんばんは、久しぶりみんな。こんばんは。フラペチーノさんと焼きしんいちさんと焼きありがとう。いえいえ、ボーリングの前の日雨すごかったからね、仕方ないね。ガラポンでユネーナのサイン入りチェキ、ゲイ。どれだろう。おめでとう。そう、再販してる今お話し会。最後の7月17日のお話し会の再販してるから、よかったらお話ししに来てください。なっちゃまこさん、間違えた、なっちゃまこさんありがとうございます。はじめまして。24日って来週。そう、ん18、25、24、来週か。来週も大阪だ。あっという間だね。亀さん、これは何だろう。ペンギンの、なんだろう、ペンギン。これありがとう。しんいちさん、ライフハートありがとう。こんばんは。オンダラタックさん、たい焼きありがとう。感謝枠の戦艦いっぱい買ってもいい、継承になるかもだけど嬉しい。全然いいよ。嬉しいね。そんな懸賞絵になるほど書かしてくれるの。甘いってなんか出てきた。アンパン、なんだろう。今日は横浜にいる。明日から東京で仕事だよ。パパと一緒じゃん。パパも明日から出張っていうの、なんかお仕事があるらしくて今日出てった。夕方朝からかな。私今日一日家にいなかったから知らないんだけど、いなくなったらしい。横浜に泊まってるっぽいよ。横浜東京帰るって言ってたかな。来週は関西だったかな。なんか色忙しいみたい。パパもみきやくんさん、たい焼きありがとう。テレイさん、甘い猫のパンありがとうございます。みやさん、たい焼きありがとう。ね、私ショールーム、これいつぶり。本当にフラワー見に行ったよ。ありがとう。フラワー楽しかった。久しぶりにスプラのメンバーとも会えて。スプラッシュっていう私が前いたグループ、後輩ちゃんたちとも会えて。ペンギン水羊羹いいね。なんか水羊羹って夏っぽい。
宮本浩一さんたい焼き、翔さんたい焼き、ありがとうございます。ゴイラジステージ楽しかった。松さん、メロンパンかな、これは何だろう、クマのパン、緑だからメロンパンに見えるだけかな。ありがとう。ママは落ちるよ、パパだけ出張。父の日なんもしてないわ父の日なんもしてない。今日の朝7時半頃出たんよ家で、さっき7時頃帰ってきて、夜のパパと会ってないのよ。こんばんは。ねえねえ、もうねえねえは大学だから落ちるよ。こんばんは。嬉しい、めっちゃポチったの、嬉しいね。しんいちさんたい焼きありがとう。川畑家、そう最近みんなが会わないのよ、忙しくて。人生初のサッカーの試合、いいじゃんいいじゃん。おぺたぷりぷりさん、たい焼き、緑のたい焼きは抹茶味かな、ありがとう。水羊羹、羊羹が好き、水羊羹も好き、多分何か分かってないよく赤城山ワイシさん、たい焼きありがとうございますね。たい焼きいいね、美味しそう。5月22以来1ヶ月ぐらいか、すいませんね。あきらさん50年のありがとう。お、声ラジ聞いてくれた？1週間だから今日はまだ聞けるかな、明日ぐらいにもう聞けなくなるかも、聞き逃し。声ラジ、 NHK 広島の声ラジっていうラジオ、よかったら聞いてください。聞き逃し配信されてると思うので。広島のね、三原にね、めっちゃ美味しいたい焼き屋さんあるんですよ、知ってる？福岡だったかなが本店なんだけど、日本一たい焼きっていう、めっちゃ美味しいの、めっちゃ何、あんことかクリームめっちゃたっぷりなんですよ。もうあのたっぷりの量を超えてる、満パン、めっちゃ美味しいのぜひ広島に来た時は、広島に来た時はって言ってもあっちの方あんま行かんか、糸崎、どちらかというと尾道に近いですね。尾道の方にあるんですよ、たい焼き屋さんが、海沿いに。めっちゃ美味しいからぜひ行ってみて。でもね、いろんな県にお店があるから、もしかしたらあなたのお家の近くにもあるかもよ。ホイコーローのこだわりはね、なんて言うんだろう、甘いやつで、味が濃いめのやつが好きなんですよ。学校の食堂のホイコーローは私の好みに合ってた。赤城山和石さん、たい焼きありがとう。こんばんは。想像した10倍ぐらい。お財布さんが嬉しい、めっちゃ嬉しい、楽しみにしとるわ。ヒロリンハットさん、ハットソーリーさん、たい焼きありがとう。試合会場まで10分、いいね、サッカーのスタジアム10分、めっちゃいいじゃん。そう、日本一たい焼きっていうお店だと思う。めちゃめちゃいろんなところに、福岡が本店だったような。たい焼きは尻尾かな、
うなの運転で連れてってもろて電車の駅も遠いんかな。2号線沿いにあるんよ、海沿いに。え、マジお店の裏もう海よ。あ、9号線っていうんかな、上にバイパス通っとるとこ。バイパス、三原からのバイパス乗ったら糸崎で降りてちょっと戻る感じ。広島からチャリはどうだろう、まあまあ距離あるよ。女の特訓さん、いいね、ありがとう。調べよう。あ、音切っとこ、パソコン音が鳴りそう。こんばんは。勉強頑張ってる自分で言うのもだけど、今日もね、今日もね試験だったんですよ。別に教育系関係ないんですけど、取りたい資格があって、それの試験だったんですよ、この土日。だからそう、忙しくて、あのショールームとかしてなかったの。ごめんね。シロちゃんです。ちょっと寂しかったので連れてきました。たい焼き専門店。え、冷凍もあるの？漢字が読めない。福岡大なんたかた橋店。店舗一覧、全国42店舗のたい焼きチェーン店だって。関東は神奈川と群馬、北陸に富山、東海が愛知県豊田市、愛知県稲沢市と鈴鹿、関西が大阪府富田林市、合ってる読み方、大阪リンク田代店、田尻、なんて読むんだろう。京都福知山、滋賀甲賀市、滋賀竜王ドライブイン店、奈良桜井店、奈良御所店、姫路、なんて読むんだろう、いい因島の因に八幡の幡、なんたか街道、兵庫県姫路市林田町、松山709だって。わかる近所の方いる。デリさん50にゃんにゃん、ありがとう。あきらさん、たい焼き、しんいちさん、ハートありがとう。教育実習とか見学楽しかった。兵庫県川崎郡市川町、兵庫多いな、兵庫いっぱいあるよ。加古川、岡山、北区、赤岩市、真庭市、高橋市、橋かな、島根県松江市。そう、ここに行ってたんですよ、今まで。出雲大社行った帰りにわざわざ島根のそのお店に行ってたんですよ、広島なかったから。でも三原にオープンしたんですよ。三原市糸崎 8-14-23、 ぜひ行ってみてください鈴張海斗、北広島町にもあるんだって。広島、四国は松山、違った、真先だ、松前と書いてまさきと読みます。エミフルの近くかな。
福岡チョコとかあるんだけど、お店によってはやめちゃあんとか。九州いっぱいあるよ。どっか駅の近くないのかね。太宰府、いいね、行ってみて日本一大学行ってみて。教育実習ね、そう2時間と休憩だけ見学だったんだけど、めっちゃ楽しかったし、めっちゃ可愛い。なんか帰る時に大学生みんなにサインちょうだいって言って、下敷きとネームペン持ってきて名前書いてあげました名前書いてあげました。マスオさん、レインボースターありがとう。めちゃめちゃ美味しい。うなはこしあん派ですね。たい焼きの近くにパセリおすすめのドーナツ屋があるかも。そうなん？どのドーナツ屋じゃろ。あれ、尾道の商店街のとこにあるやつ、海沿いの。あ、このドーナツ屋さん好き。てるいさん、たい焼きありがとう。しんいちさん、ハートありがとう。今日もね、課題あるんだけど、あるんだけども、ちょっと見てみようかね。明日小テストなんで。新潟のひろきさん、たい焼きありがとう。あきらさん、ハートありがとう。姉さんが陣内のありがとう。かずさん、たい焼きありがとう。ね、三原のバイパスマジで便利、すぐ尾道福山に着く。ともあきさんが10年のありがとう。たかちゃんさん、たい焼きいっぱいありがとう。とんだ林、へえすごい、お勉強になった。みんなよく知ってるね、甲賀市なんだ。すいません、全然地名知らなくて。稲葉街道かな。家なんとこ、北広島ってどこだろう。鈴張川があるよね。鈴張川ってないっけ。関西の地名はさすがにわからんわ。メールの返信来てない。ツイッターアプリのやつかな。私はクリームが好きですよ、たい焼き。でもチョコ、お祭りとかではチョコ食べたいんですよ。あんこよりチョコとかクリームとかチーズとか、そういうのが好き。ふわぽんさん、たい焼きありがとう。滋賀、鹿児島、いいね。そう、小学校、いや、サイン書いてって言われて STA のサイン書こうかとも思ったけどさ、いやこの人何言ってたら、そんな急にさ、他の大学生はみんな何フルネームとかひらがなで書いてあげとんのにさ、英語でいきなりえってならんって思って、ちょっと言うのもみんなに合わせてひらがなで名前書いた勉強頑張ってねって書いた。夏のツアーは私は名古屋と渋谷と大阪です。3公演だけ。クレイジーさん、たい焼きありがとう。夕焼けドーナツって確かあれじゃない、海沿いにあるやつじゃない、違うっけ。 Google 先生。新潟のひろきさん、たい焼きありがとう。
いやもうね今日眠たくて眠たくてだからそんな長くは配信しないと思う。そうですね、私が思ってるところだ。夕焼けドーナツは尾道の商店街の通りより海側にある美味しいお店です。最近、いやマジでちょっと聞いて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 最近もうここ1週間ぐらい毎日12時に寝て6時7時に起きるっていう生活を繰り返してて、もう限界睡眠不足、眠たいから寝るよ私は。今日はやっとちょっと試験が終わったからとりあえず一段落なんですよ。昨日一昨日はマジでもう必死に勉強してた、その試験の勉強をね。その前まではまあ課題とかしてた、学校の課題とかでしてたけど、昨日一昨日はマジで試験の勉強してた。ヤスさん、リンボースターありがとう。タカちゃんさん、たい焼きいっぱいありがとう。こんばんは。アプリの方はね多分ね遅れてくるの、マネージャーさん経由で送られてくるからもうちょっと時間かかるかも。 PL 学園の街、へえへえって、191から261スキー場の方かな、鈴張り。気になる気になる、広島の地理大好きなんで。ちょっとしろちゃん、地図、地図地図動いて、動かん、 Google マップで調べるか。そうレアだよねフルネームを。新一さん、ライフハート、ケニーさん、たい焼きありがとう。あった、どこだろう。千代田ジャンクション、だいぶスキー場の方じゃない。動けパソコンの Google マップの使い方やばいんだけど使えてない、大丈夫。広島北、広島北よりまだ上なんですね。へえ、ほうほう、千代だ。山の方だ、スキー場方面に行ったとこ。スキー場までは上がらんけど、スキー場にがこう高速上がってって左に行くんですよ。それを高速のまんまって感じ。わかったわかった。ゆうすけさんが10年ありがとう。睡眠時間はね、もう最近毎日6時間7時間しか寝れてなくて、明日も早く起きないといけないから、月曜日マジで忙しいんですよ、泣いちゃう。だから今日は早く寝るよ。マッツさん、パン、クマのパンありがとう。な、赤ちゃんだから自分ですごいでしょ、12時まで起きてんだよ。うなが勉強するのに12時まで起きてんだよ、びっくりだよマジで。でもまあまあ眠たい、疲れが溜まってるので今日は早く寝ます。
すごいでしょ。新潟のひろきさん、たい焼きありがとう。そう、しかもこの土日は朝から晩まで講習と試験、講習会みたいなやつと試験だったので、資格を取るために、だからそうずっと勉強してたから、座学だったから疲れた。ベストの睡眠時間は何時間だろう、8時間とか9時間とか、そんぐらい寝たらすっきりするかも。なすなさん、たい焼きありがとう。八天堂は本店なのかな、三原の広島空港のところにあるよね、八天堂のお店行ったことあるわ。きよ兄さん、リンボーズとありがとう。なすなさん、たい焼きありがとう。よしおのたい焼き、かけかけもまただいぶ山の方じゃない、スキー場、スキー行きたいな真夏に真夏にスキー行きたいな。違う、かけの何、よしおのたい焼き、人の名前になっちゃった。よし、ちょっとシフちゃん、ほんまに鯛焼き屋よしお、太田川の近く、どこだこれは。だいたい高速を見ればわかる。かけスマートインターチェンジ、私がいつも降りるとこじゃん。戸河内、わかった。まあまあまあ、これも山の方ね。でもなんか都会っぽい。お店が加計高校の近く、絶対近く通っとるやん。そしたら分かったかも、なんとなく。橋渡って下の道と合流する交差点のとこだ。近く通ってるわ、スキー場行くときに。今度行ってみる。冬もやっとるかな。いいね、冬にたい焼き、美味しそうじゃん。尻尾から食べる。宮本浩一さん、たい焼き。しんちさん、だるま。かずさん、はじめまして、こんばんは。そうなんです、教育免許、教育免許じゃない教員免許取るために教育学部に通っております。新潟のひろきさん、たい焼きありがとう。夏休みはね、どうだろう、勉強よりあれかも、なんかボランティアじゃないけど、学校でそういう小学生のお手伝いとかあるかも。あっきさん、たい焼きありがとう。一回もサボっておりませんすごくない、出席率 100%。 こんばんは。中学社会、すごい。私は小学校の免許を目指します。ホリちゃんさん、リンボス、アッキさん、たい焼きありがとう。かけ
次のスペイベスキーする？いいじゃん、できる？みんな、私スキーはできるよ、スノボは怪しいけど。ヒゲじいしんちゃん先生、たい焼きとハートありがとう。広島はスキー場まあまああるよ、昔からはだいぶ何閉店ん潰れちゃったとこもあるけど、まあまああるよ、山に行けば。でももうほんとあの県境の方に行かないとないけどね、結構山上がればいっぱいあります。私の好きなスキー場がいっぱい好きなスキー場いっぱいあるよ。去年も3つ4つ行ったかな、3つ行ったかな多分。いつかおそら館に行ってみたいんですよね。なんかあっこ上級者っていうイメージがあるから行ったことないんですけど、でも社長さんの奥さんのツイッターが面白くて、そうたまになんか流れてくるんだけど、そう行ってみたいの。なんかレストラン食堂のメニューとかもなんか面白い何企画みたいなのもよくやってるし、行ってみたいのよね。アルフォンズさん、たゆき、ウォーカーさん、たゆきありがとう。新潟のひろきさん、たゆきありがとうございます。岐阜国際おそら館行ってみたい。スキー場で雪合戦いいじゃん。広島県民なのに唯一スキーしたところが富山県いいじゃん。北陸とかの方がさ、なんか雪の何質が良さそう。いいね。そうそうなんよ、そうおそら館は行くまでも大変らしいよ。チェーンとかないと無理って聞く。いいね、行ってみたいな。私もおそら館どこだ、あらおそら館どこ、違うあった。おそら館だいぶ西なんだね、宮島の上の方なんだ場所的には。メガヒラ聞いたことある、行ったことあるのかな。なんかちっちゃい頃行きすぎてどこがどこだか分かんなくて、松原っていうなんたか松原、スノーパーク違う、なんだろう、なんたか松原っていうスキー場あったんですよ昔。入り口に白熊のオブジェなんだ看板があって、しかも子供用の短いコースもあって好きだったんですよ。でもなくなっちゃった、ちょっと悲しいちょっと悲しい。私の部屋ピンク多めです。そうピンク好きだからピンク多めかも。ホワイトバレーだ、ホワイトバレー松原行ってたのよ昔。昔はじいじたちと一緒に行ってた。じいじもまだ元気だったから、今も元気だけど山登りとかするけど、じいじも最近はでもね幼馴染とか友達と行くことが増えた。車持ったから幼馴染が送ってもらう、連れてってもらうの。
キーしたいな。スキーしたいなって、まだ真夏なんだけど。スノボ去年買ったんですよ、この奥のピンクと白のケースの中に中古を買ったんですよ。でも行く間もなく終わっちゃったシーズンが。だから行きたいんです。キヨ兄さん、ハートありがとう。ミッチーさん、たい焼きありがとう。いっぱいありがとう、キヨ兄さん。なんか友達から来た、なんだろう。明日の小テスト忘れとったって、やば。やば、小テストの存在忘れたのはやばいわ。毎週あるのに。あのやめですね。おじいちゃんは本格的な山登り。でも最近はちょっと控えめになったよ。もう年も年だから。昔はね、なんか有名な山言ってみて。登山に人気の山。多分大体行ってる。しんいちさん、ハートありがとう。最近自転車乗ってない。もうおばあちゃん家の2階に持ってっちゃった自転車。乗る時間なさすぎて。ももちゃんさん、ハートありがとう。ブラインドタッチはできない。半分半分、いや3割ぐらい。たまに見んぐらいならできるけど、ずっとは無理だな。大阪楽しみだ。大阪だっけ、浴衣なの。楽しみですね。あ、石井槌さん行った、大山行った、富士山も行っとる。エベレストは行ってないはず、海外は行ってないはず、さすがに。槍ヶ岳合ってる、苔玉さん行ってると思う、聞いたことあるもん。剣岳だっけ、あ、聞いたことあるけん多分行ったことあるんだと思う。なんかさ、四国のさ高い山ない、石槌さんか、それが行ったる。それも行ったるし、灰ヶ峰はどうなんじゃろ、行っとるかな。登山車わからん、行っとるかな。四国も行っとるし、結構いろいろ行ってる。富士山も行っとると思うよ多分。来週だね大阪、楽しみだな。高尾山ってどこだっけ、聞いたことある。北アルプス行ってるね。穂高、ってとこも行ったの。じいじ、ゆなまま
時結構本格的な山登っとるよね。そこら辺の近所の山じゃなくて行っとるよね。東京なんだ。なんかでも聞いたことある。日本一低い山。低い山ってどういうこと？何メートル？ゼロ？1とか？山の定義何？ちょっと土地盛り上げれば山になるのかな。高尾山ってもしかして火山？地学で習った。4メートル？4メートルな。走って上がれるじゃん。海遊館があるとこ？海遊館ってことは？海峡館、海遊館、大阪？御嶽山だっけ？御嶽山も聞いたことあるよ。小沢カール？知らん。盛り土。へえ。盛り土でも山なんだ。あ、近くなん？行ってみてみんな。行ってみて。雲仙普賢岳だっけ？なんだっけ？近くで習ったぞそれ。昔火山でなんかあったんでしょ？習ったぞ。皆さんお久しぶりです。ママも楽しんどるよ。西日本の観光地は任せてください。結構行ってるんで。西日本、関西から九州あたりは結構行ってるんで任せてください。わかりますよ。わかりますよ。シャーペン。ジージはマジで昔はなんか1週間とかかけて行っとったはずよ。でも今はもうさすがに日帰りとか。最近なんかできない。スキー場の方行っとることが多い。広島の山になった。でおそら館の山とか、なんだっけ、行っとった。この前もどこだ、崖かどっかまでなんかバスで行ってとかなんかいいよってような気がする。宮城山のロープウェイで登れる山、三線もね、私登ってみたいんよね。三線は全然上がれる、頑張れば。楽な山ではないと思うけど、普通に時間かけてちゃんと動ける格好で行けば誰でも上がれると思うよ。そう、パパがねドライブ好きだから川又家めちゃめちゃ旅行行ってるし、西日本は任してください。ショールームしないので会えないですね。皮肉ですかママ。皮肉ですか。2000登ってみたい。ロープウェイでも登ったことない気がするんですよね私。だから登ってみたいんです。明日はここ小テスト、基礎問題だけやっとこうかな。うわ、英語は私の苦手な、比較ベターザンとかね苦手なのよね。オールダーザン、ビガーザン、アーリアザンできるかな。ねえ、未然から見てみたいんだけど。和州山
なんだっけ、遊園地は集団ハイランドだっけ、なんかあるよね。行ってみたいね。行ったことあるかな。あ、行ったことある、行ったことあるって言っとったわ多分、うん、昔ちっちゃい頃になんか行ったらしいよ多分ね。ショーテスト、ほんまや、ユナママがショールームすればいいじゃんね。店行ってみたい、本当に行きたい。野生の猿が放し飼い、あっ、クマじゃない、大分の海、大分、大分だっけ、あ違うかも、どっか水族館の裏にある山に上がると猿がいっぱいいるの。海卵、マリンワールド、違う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 、マリンワールドは福岡、高崎山、そうそうそう、どこだっけ、大分だっけ、海卵の裏。新一さん、ライフハートありがとう。海卵だ、合ってた、さすがさすが、覚えてましたよ。いや、ママはね、ゆうなが行った場所を覚えてないって言うんよ。覚えとるけ覚えとるよ、大丈夫、覚えとる。やば、英語10ページもあるじゃん、無理無理。違う違う違う、あれ消えた、あった、中が16、うなうな天才ちずこしゃんさん、レインボースターありがとう。伝説のボスザルがいたんよ、そうな、あっこもロープウェイで上がるんだったっけ、行ったことあるよ。あー、もう何回だったか忘れた、15時6って言ったような、でも多分そうだよね、多分そう、うん、15、16だ。それな、そろばち終わろうかな。漢字は明日の朝やるとして、数学と英語の基礎問題。ああ無理、眠たい、寝ていいかい、そろそろ。今日なんかやることあったっけ、何もないはず。明日はないかも、火曜日するかも、課題が早く終われば。火曜日もまた小学校見学行くんですよ、見学っていうか私だけ小学校の研修会についていきます、大学の先生と一緒に。寝てください、ありがとうありがとう。あら、
ってる小学生、知ってる小学生いる？小学生でももう誰も知らんかも。兄弟とかの年も小学生おらんし、多分周りに。知ってるかな誰か。小学生いないよ周りに。いとこももう中3だし、次高校受験だよ。次じゃない、今年だよ。もう今年高校受験、びっくり。そうそう、研究授業、研究授業にさ先生たちが、なんかいろんな学校の先生たちがいっぱい来るじゃん。あれになんか大学の先生が行くみたいで、川又さん一緒に行くって言われて、そう、ぜひぜひ連れてってくださいって頼んだ。ね、ノアピももう中学生、3期生もさすがに小学生いないでしょ。なんかさ、ここめっちゃハゲてない？ポニーテールするけんかね。やだな。こっちもか。でもこっちなんか引っ張りすぎ。でもそんな引っ張ってないのにな。ねんねは金曜日まで中学校で教育実習してました。そう、教育実習行ってたね。3週間。ねんねは中高英語を取るらしい。あの人英語大好きだから中高英語を取るんだとさ。このゴムがさ、今さきつすぎてさ、めっちゃ後で切るのやだ。なんかずっと使ってた紙ゴムが2本同時に死んだんですよ。なんか同時、ほぼ同時。1個目がなんかビヨーンってなんか伸びて細い中のゴムが出てきたんですよ。で3日後ぐらいに2本目も同じやつになって、今いつもと違うのを2個腕につけている。そしたらこっちはめっちゃきついし、こっちはめっちゃ緩いし、大変なんですよ。ピエンだよ。そう、なんかねポニティ少ないのはただ単にママに何嫌われるから。ポニティやめんさいみたいに言われる、ママに。いつもポニーテールじゃん、面白くないって言われる。そう、ねーねは中高英語、大学4年生だからもうすぐもう採用試験らしいよ。しかも最近ライブに出てないから私ポニーテールしてない。ねえねえ、トイックこの前受け取ったな。何点だったかな。そう、英語で授業したっぽいよ。なんかあるじゃん、よく単語とかをさ黒板に貼ったりとか、ああいうのなんか作りよったよ。そう、ウナ基本ゴムつけてる、黒ゴムつけてるつけてる。そう、なんかもう昔からの習慣でつけてないと逆になんか落ち着かない。髪長いからさ、ご飯とか食べる時とか結ぶから。しんいちさんだるまありがとう。ほらポニティ人気じゃんポニティ人気じゃん。
え、ライブの時はやっぱポニーテールがいいよ。だけどこの前の恋ラジステージとかは踊らんし、トークだけだったけん、いっかーってなった。クマちゃんしてみた、クマちゃんヘア。やったー、ポニテ、ポニテ、ポニテ好きが多くてよかった。ママにはね、めっちゃ嫌われてるえ、浴衣、確かにどんな髪型がいい？浴衣か。え、でもなんか浴衣、ヘアメイクさんいるのかな、自分かな。でも浴衣はタイプも貸してくれるから、ヘアメイクさんいるはずだから、お団子してもらおうかな。ふわふわ系のお団子ポンってポンってしてもらおうかな。ね、また女神がいいよね。7月もさ、浴衣にしようかな、お話し会。せっかくだし、その時は多分自分だからポニーテールするゾトイのツイート、何ツイートしたっけ。ミシェルボイさん、かわいい、ありがとう。あ、あれか、お話し会の再販してるよってやつ。アメコンでまた女神、どうしよう。お話し会の時間は空気変えれたら変えようかな。絶対ママが来る、廊下で音がしよる。絶対買って浴衣持ってくるやん。もう終わるんじゃけ、持ってこんでいい。また決めようね、7月のは。ね、来ると思った。買って浴衣を見せに来たんでしょ。うん、もう終わるけん。いいじゃん、見せたら意味ないじゃん、お話し会の意味が。来たね、ほんまに来たね。ダメよね、お話し会申し込んどる人しか見れんようにせんとね、意味ないじゃんね。終わってからよね、見たい人はぜひ再販で再販で。そう、今年また浴衣買ったんですよ。なんか毎年のように買ってる。なんか今年の流行りはヘゴ帯？え、何だったっけ？合ってる？なんかふわふわした感じの帯が今年の流行りらしくて、その浴衣を買ってみたの。え、ヘゴ帯って言わないんだっけ？なんて言うんだっけ？ふわふわ系なんですよ。今まではあのピチッとした感じのやつにリボン型のを刺すんだけど、ふわふわしたやつが今年の流行りらしい。そう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 、クシュクシュになってるやつ、やっぱ流行りだ、正解なんだ。ママが言っとったけん本当なんかなってちょっと疑ったけど。え、ヘゴビって言わんの？読み方違う、もしかして。
恥ずかしい。そして急に勉強を始めるという、なんか見てこのペンに今ハマってるドクターグリップデピピの誰かからのプレゼント、ファンの方がくださったか後輩が卒業の時にくれたか、そう、これ今勉強の時これにハマってる。 0.5 なんですよ。いつも学校で使ってるのは確か 0.3 の4色変えれるやつだから、なんかこういうグリップとかないから長く書くときには疲れるんですよ。だから家で勉強するときはこれ使ってる。いいよね、持ち手がさふわふわだとさ書きやすい。さんたい焼きありがとう。浴衣の色の流行りはなんだろうね。私はちょっと大人っぽいのにしたよ。柄が大きめの。大阪のひろしでさん結婚してありがとう。ありがとう。来週大阪行くよ。お話し会で。キュウ兄さん、クマちゃんのパンありがとう。ちょっとなんかイヤホンでかけて歌おうかな。カラオケじゃないけど鼻歌ぐらいならバンされない。おいよ、あおいよ、はあ、あそうだ、プレゼント紹介ちょっとシロちゃんこちらへ。お二つプレゼントが届きました、ありがとうございます。まずはこちら、米広さんかな、米広さんジャンパースカートとお手紙見える、ワンピースで、ワンピース冬とかに着るやつかな。ありがとうございます、ありがとう。しかもピンクで私のイメージカラーかな。ありがとう。お手紙も読んだよ、ありがとう。可愛いよね、ありがとう。ちょっとプレゼント、てかまず部屋片付けなきゃやばいよほんまに。ほんでもう一人は俺だったらお手紙一緒に入れてくれちゃった、誰だったっけ、小西周平さんありがとう。なんかいろいろのお祝いだって、ありがとう。見てもこもこ系の、ちょっとあんまり映るとバンされちゃうかもしれないから。スティッチのぬいぐるみをいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。お手紙書くよとか言ってくださった方もいて、この前お話し会の時に、楽しみに待っております。めちゃめちゃ絡まってる、ありがとう。
ちわ。あー、これ、これはアクターズの時のうちわです。スプラッシュ、私がいる、私とあずみがいる、アッシュ劇場。わかる？私一番左、一番左ツインテールしてる、アクターズのあれです。うちはシミサラもいるよ。いつもの勉強スタイルになっちゃった。もう勉強しようかな、このまま。イヤホンが入ってない。入ったかな。おお、入った。一緒に曲にしよう。どんぐる、怖いな。めっちゃさ、ノリノリで歌いよってさ、気づいたらバンされとったら悲しくない？STA の曲をシャッフルしてみましょう。おお、何の曲だ。こんばんは。これなんですよ、私の好きなイヤホン、イヤモニ型の後ろからかけれるやつ。しかも中に、あの耳の中に入れるから音漏れしにくいっていう、爆音でかけても音漏れしにくいんですよ。しかもゴムタイプだから耳が痛くなりにくい。完璧。白いシャツ吹き出す汗、加速度増せば正面からの君の家まで何分かかる、照りつける太陽、油ゼミの声、坂道が辛いと思わないのはなぜ、真夏のこの暑さが。私、あのテンション低い時とか眠たい時はめちゃめちゃ爆音でかけますよ。今日の朝も爆音でかけた。7時半頃家出てね、もうめっちゃ眠くて、でも勉強モード、講習会だったから、講習会っていうか試験だったから、勉強モードに切り替えなきゃと思って、頭起こさなきゃと思って、やばい T シャツ屋さんのあの曲を爆音でかけました。大阪のひろちです、いいね、ありがとう。わかる？ヤバ T さんのあの曲よ。出てきた。ウナの、え？消えたんだけど。ウナのテンション上げる曲はこれ。歌ったらバカだと思われる。シャ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 。わかった。エビバディ。エビバディ。集まれパリピ、朝までダンスダンスクーラー、あった笛ほう、改正して笛ほう、
さあ、探したいでん。ダスない。これを朝爆音でかけて目を覚ますっていう頭がバカになりそうだ。そう、めっちゃテンション上げます。これで朝はマジヤバティさんの爆音いいですよ。めっちゃ元気になれる。何聞いても元気になれる激しい目覚ましだよね本当に。エビパーリー、ダメだ、わからんくなる。レッドブルでウォーカー割って飲んで吐いて女持ち帰って朝まで楽しみたい。俺も楽しみたい。酒の飯踊れへんけど、パーリーピーポーン。え、かわいい、大好き私。ピーピーニャンニャンナイトプール、駅の改札前で焼きにイチャイチャしてるカップル見てへこむ。ちょっと羨ましい。20代全部ドブに捨てそうやな。あハモリ勉強配信で変えたか。しんいちさんありがとう。解雇してか F やんけ。かっこしてか F やんけ。魅力あふれてこぼれるやんけ。うれしい DVD。 まだだった。ちょい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 を超えてやっぱちょい F やん。はあ、言いたくないなら魅力あふれてこぼれるやんけ。こうしてかっこいいやんけ。魅力あふれてこぼれるやんけ。リフチーエンチャイ。オードラブソング照れくさいね。間違えた。まだふざけていたい意味で歯向かう。並べても伝わらないから今日はくしゃみ出そう。くしゃみ出る。うわぁ、うわくしゃみ。かわいい
してかライフやんけ。間違えた。かっこ F やんけ。こぼれるやんけ。うれしいでいいでいたい。鼻水が。うん。これでいいのか。お次。Bless you。これは知ってる人多いかもね。なんかちょっといい感じやん。決めるもん客観的に見てあげよう。あれなんかちょっといい感じやん。決めるもん象徴感じやん。やっぱり出会いって奇跡やん。うちが取り持ってあげる愛とか恋とかそういうのぶっ飛ばして。キス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 からの入籍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 。二人これから一緒に遊んだ一緒に遊んだ。大丈夫マジ大丈夫。いや君らがいいならいいやけど。 T ひろさんたい焼きありがとう。前髪前髪かわいい。この前切った。送ってよねメールに。切りたて前髪。入籍金銭感覚もの価値観体の相性言えない過去や消したい過去はたくさんあるけれど。あるけどさ。うわ字がすごい斜めになった。まあいいや提出選手これ。気がしてるんだ。入籍してみたらいいよ。ガチ恋の歌ハッピーウェディングマイソング。いずちさんリンボスターしんいちさんハートありがとう。夜やわって聞いたら寝れなくなっちゃう。YUCHQ YUCHQ
ビビビタンクトップ着替えてた時エテタトップを寄せる。ST に戻ります。ミネヒルさん、レインボースターありがとう。わーさあヘパレたちよ頑張れー。はい、勉強頑張ります勉強頑張ります。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。無気になることない。辛くなってしまったらお水持ってくればよかった。人は誰だって新しない生き物だけど変わってみたくなる。そうこれをきっかけに、あー得たれたちよ、ここらで一応走ってみないか。さあ一度くらい何がなんだかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で。ダメだ、ハイテンションになっちゃった。せーの、アキセブンさんペンライトありがとう。ステップアップだけやっとこう。だいたいステップアップから出るからテスト。汗をいっぱいかいてるやつとか肩で息つくやつとか。寝とっていいよ、おやすみ。何しよう何しよう何しよう何これじゃろ、両手一緒ね、そう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 、こんなせんで、ね、あー恥ずかしい。そうそうそう、緊張パシリみたいなディスっちゃったダンスおかしい。明日5時45に起こしてね。5時45、イエス。じゃあそろそろ私もおやすみなさい私もあのいい何歌い切ったら寝るけ。ええ何気がする。自由すぎてもいいよ。ハモってあげる。どうぞ。それをやる意味は何もない。仕上げてる壊れたせーの、頑張れ頑張れ。はい、どうぞ走ってください。走ってください。何しよう、走らんと走らんの。みんながくるくる走るんです。うん、ねスマホ持ってきた？持ってきてない、あっちで喋っとる。おははもらえない、僕らの人生。マジで映したい。どうでもいい、さあやるかやらないか、いくぞー。あー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 あなってるよ。間違ってるね。あってるよ。何年かぶりに全力で、最高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 気持ちいい自分に頑張れ。へたれたちよ。
ヘタリのサイリウムできるのだってママ。あ、緑のやつ。うん。あ、振りはわからない。簡単やでも。みんなできるもんねあれ。ねえねえ、ドア閉めてって。いやいや、いらないいらないいらないよ。あ、私の見るペンライトフィルム。あ、入れてみたらこれに。ネジネジしたら入れられるんだよ。もらったサンプル。あ、ちょっと一緒に。ん？これどうやって出すの？抜けるはず。抜けるけども。香川バージョンが出てきた。どうやって外すのこれ？いや取れるよけどさ、こうペットボトルみたいになっとるけんさ取れん。ギリギリまでフィルムが入ってるし、爪が入らんと間に抜けんくない？どうやって抜くん？え、ノリテープつけてあるとかじゃない？違う違う違う、隙間にさ入らんとか、粘着テープかなんか持ってきて一緒くっつけて取らんと。トゥン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 。なんだ、あー丸めたら抜けるんじゃん。分かった、みんなキュッてやったら抜ける。みんな知っとんかな。見ていないらしい、やるせない孤独の時。寂しい。いや、これだってさ何も説明もなく書いたんよ。全員使えるやつがいいんかなと思って自分の名前とか入れんかったんやけど。無様でいたい。寂しいね、確かに。うん、つけてみる。電池入れる。こんなの。目を凝らしてみれば何かが見えてくる。え、電池どこ？電池じゃない。光どこ行った？うん、お？あ、抜いた。うん、おやすみ。ママも寝るの早いけ。2本？まだ買ってもいない。ん？ 3 本これ。3本いるんか。言うなら永遠に大人になんかなるものか。ふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう。水平線見えなければ。お？これ絶対違うね。歌わせるなよ。お？これ抜かんといけない。特力がない。関係ないか。あ、ついた、眩しい。どう？ピンクどれ？これピンク。うわ、ライブじゃん。僕は叫んだ。これピンクかな。波の音よりも大きく自分へと届くように。やるよ僕詩人にするな。なんか楽しい曲ないかな。さっきのヘタレ。ヘタレの緑どれ？これ？
行くぞあえどれどっちよこっちじゃない走ってみろ先にそっちかいねさあ一度くらい違うかなこっちかな何が何だかわからないまま本気出せ10秒だけやってみるか Hey! せこ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 気持ちいい自分に頑張れねえねえ電気つけてください電気消したままどっか行かんでよ楽しいねぜひ私の DD フィルムをDD フィルムをぜひぜひでもまだ斜めに書いただけ偉くない絶対これ真横に書いとったらもっとダサかったあきせむさん牛乳さんありがとうございますえ嬉しいもう注文してくれたん DD フィルムうしい届くの待っててくださいいつ頃届くんやろね夏ツアーまでに届くかなそうもうゆうなのフィルムじゃなくてこれは DD フィルムと命名しますもとのに戻したせーの頑張れちょっとマジ課題早く終わらせて寝ようはいペンライト紹介終わり勉強カラオケしながら勉強彼女がそこにいるのかそれなこれさ適当にさなんかこういう透明なフィルムみたいなの買ってさサイズ合わせて切ってさ落書きとかさしたらできるくないてかあーでも写真ならあれかペンライトの色が透けんのかいいじゃん自分だけのサイリウム作ってみたら渡り廊下走っていたようないつだって彼女探そうとして懐かしいこれはあれ瀬戸内の昇格ツアーで今年研究生 2.5 と3期が研究生がやる瀬戸内 夏の瀬戸内ツアーでやった曲だわ全ての DD は夜な夜なフィルムを買いましょういいじゃんそしたらさ DD いちいちさ誰が誰のって確認するかねグッズまで絶対してないよねみんなバレんのんじゃない彼女はそこにいるのか片思いの入り口まだ買えるんかね買えるかも分からんでももう1ヶ月ぐらい経ったかなアリちゃんさんの声かわいいたんおしの方は嬉しいねDD フィルムじゃなくてちゃんとたんおしフィルムとして使ってくれるフィルムまでは見えんよさすがに暗い中で色しか見えんけどでもあれじゃない隣のファンの方同士とさあ誰々推しのフィルムなんですねみたいなならんのかな
じゃあ僕へなら、通学路偶然十字路で出会った、なぜか言えずにぎこちなく半分ほほえむ。45は 15×3。 あの日のときめき入学式、デジャブみたいな桜の木、切な悲しくトーク。物販だったら売っとんじゃん。じゃあライブの直前とかに買えるってこと？いいじゃん。テテテテテテテっていう曲の流れのさ、イメージがついとるもん。思い出せない、すぐ消えてしまって、切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じても。お、6月下旬より順次発送ってことはもうすぐじゃん。そう、公演とかさ、ツアーでやった曲って、自分の何ユニット曲とかでも、自分が出た次の曲どのタイミングで吐けるみたいな練習もするけん、次の曲とか覚えとんよね。気づいた今さら、破線のように、僕は何もできず何の中にいた。やりたいことを91、見続けてるか。91?これか。僕はやっと君に言えるんだ。I wanna hold it in、 抱きしめたいよ、切ない願いを。風が吹いてくるまで、ん？違うな。タスキが出てどうやってやるんだったっけ。こうか。風を待とう、間違えた。愛は嵐へ泣いたくて、これどう？ってことはこうか。
誰のために。そっか、ライブ用じゃないけん、クリックがないけん最初が始まらん。え、確かに風を待つって尾道だよね、イコール尾道って感じ。わからなくなる道とかあるだろう、くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。分だけ夢に近づけばいい。汗が溢れ出す眠の坂道は続いてる。もっともっと先へ、そろそろこの辺りで足をついてしまおうか。弱音を吐きたくなる、もうこれ以上走れないよ。なぜに急いでいるのか、ただがむしゃらに理由聞いたとこで何になる。目指してるゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろう。休んだ車輪の分だけ遠ざかるもの、星が輝いて。マジでいつもこんな感じなんよね、やばいよね一人でさ。4728誰も苦しいものだ、自分のためだと答えは出ている。どんな道のりも人生だ。おいしょ、足がしびれてきた。痛い痛い、足がつりそう。急な坂道は続いてる。間違えた。てててててててつるてて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 てるてて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 てつるて。で、私から切り出した。眠っていた。切なさとか、あ、そっか。あなたがどうして困った顔しながら、彼女がいるなんて、嘘をつかって、から惨めになる。なんかこれ聞いたらさ、めっちゃ企画って感じなんだけど。え、それな、それな、もうちょっと眠くなったら終わる。なんかそう、大学入って今んとこ全部ちゃんと課題出してテスト勉強とかもしてるんですよ。だからなんかしないのが不安寝れない気持ち的に。じゃがきちさん、たい焼き、スリートテさん、たい焼きありがとう。お、生写真、あれ、あのウェディングドレスの
ありがとう。恋してたい。思った以上に声が出た。びっくりした。消しちゃったのイミジク。戻ってこーい。ごめん。イヤホンの人おった？ごめん、急に大きい声出して。ごめんなさい。ごめん。はい、再開。ごめんね。熱の入った熱の外か。2番まで飛ばそう。あ、間違えた。ワイワイって書いちゃった。六ワイって書きたかったのに。え、これやったことなくない？やりたいな。リコチのイメージが強い。これリコチがめっちゃ可愛いの。顔が可愛い。リコチとパセかな。昇格ツアーの時のイメージが強い。たしカニ。小さな幸せでいい。恋が叶わなくても恋してたい。この手が届かないわ。
想ついてしまう。僕らが目指す夢は今まで行ったこともない場所にある。最近歌ってなくない？6周年立候補は歌ってないよね。大きな車輪を動かすことはできない。ここから始まる未来へ。間違えた。ストーリー演じてみようか。ここから始まるいいストーリー。見守っててくれるサクセスロード。この歌いいよね。私も好き。かすかに見えるあたりは見るのか。チャレンジしようか。今日から始まる。違った、こっちか。ああ間違えた間違えた。諦めてしまえばそこで終わり。あの美しい空は見られないよ。ここから始まる奇跡という名のストーリー。自分の可能性信じてみようか。未来への道が始めた。てててんてんてん。やば、マジ机の上汚い。ギリギリ勉強できるスペースが。デルデルデル。難しいよねこれ。めっちゃ揃えるの難しい。こんばんは。非全力もやったことないな。まっすぐ進むよ。体の水平線さあ、未来を探しに行こうか。勉強してるよちゃんと。本当かって感じだけど。ララ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 高さに心も高まるよ。新しい大陸を絶対に
見つけ出したいな。これはやったよね。明日が見えない。夢見る者たち、大切なその願いに力を合わせよう。コンパスのありなかに縛られることなく、自分が信じる方向を自由に舵を切るんだ。海流よ、間違えた。見て、小学生の時に買ったなめこの消しゴム、可愛くない？可愛くない？不運もあるけれど、僕らは失敗繰り返して、ジェンケンチにしよう。日が昇っても沈んでも、痛い算数、算数、数学終わったら寝よう。ドゥ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 。夢見る者たち、コンパスの針なんかに縛られることなく、自分が信じる方向を自由に舵を切るんだ。難しい、数が増えた一気に。一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいないビルの浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって、ゲソが溢れてたとしても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。これは ヘルプヘルプ。いつも問いかけているよ、君について生きるとは何かを。黙ってても聞いてくれるんだ。波の音、
そういうことか。なんだけが最悪だと自己嫌悪の日々だった。なぜだろう、恥ずかしかったんだ、こんな風に自信のない心さらけ出すこと。生きるって息苦しいね、無理してるんだ、両手伸ばして深呼吸しようか。大人になってしまっても、そう僕だけが知っている、一番美しい場所で恋をしたら、その人だけ連れてきてあげたい。その思い出がキラキラとする僕の友達よ。こうかプラス4 A 以上マイナス4 A。登る時も太陽が沈む時も、守るような あと2問。思い出がいつも問いかけているよ、夢について生きるとは何かを。あと1問。トゥ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 。イントロだけで分かったらすごいね。今の分かった？トゥ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 。銀が横たわる、銀河を飲み込んだ夜明け前の海。お、さすが無謀夢です。無謀な夢は覚めることがない。本当に存在するのか、見えないものほど見たくなるんだ。自分のこの目で確かめたいだけ、誰かの受け入れじゃ意味なんかない。若さは向こう見ず、夢を触ることがない。まぶたの裏ずっと焼き付いてるから、ことのない願いだからこそ手を伸ばし続けられる。ウィン、オアピース、丸付け。公平
この赤ペンは出るんか。あ、出るわ。外のケースがないけど見て外のケースがない赤ペンが置いてあった。まだ流れていない涙に怯えるな未来の悲しみは。どうしたんかねこれ 0.3 時間を考え始めた時必死に目あ、なんかカスカス事件もういらんってしたんかな。遠くのものほど欲しくなるんだ自分の時間を試したいんだろう近くのものなんかで妥協するのよいつかは気づくはず自分の夢で大人になるのよ計画通りなんてありえないさトラブルだらけの遠回りだから夕焼けが美しいんだ楽をするなと今言われたってそんな選挙聞きたくないだろう。あ、いつもと同じ景色だ。そっか細いので書けるかな。いつかは気長い夢は冷めることもないあなたの裏ずっと焼き付いてる叶うことのない願いだからこそ手を伸ばし続けられる。おわっぴ。本当にどうしたんかねケース多分入れ替えたんだろうな。めっちゃカスカスじゃもん。でもいいよ自分しか見んけ。おわぴん。明日はスーツ。夢を見て終わるねみんな。課題も終わったから肩がバキッてた。よし。ね、なかなか長時間したね。2時間ぐらいした。ありがとうみんな来てくれて。こちらこそありがとう。ママは浴衣を片付けんし、ほんまに困ったね。じゃあ明日からまた月曜日じゃけど頑張りましょう。頑張りましょう。大丈夫この時間ならまだ寝れる。ありがとう勉強配信付き合ってくれてみんな静かに待っててくれたのね。ありがとう。それでは多分明日は忙しいから配信がない。やったとしても火曜日だと思っててください。それではランキングいきます。今日もたくさんの方が来てくださってたくさんギフトありがとうございます。13位アッキーさん、12位ナスナさん、11位なるみさん、10位をウォッカさん、9位水鉄さん、
8位清兄さん、7位あきらさん、あ変わった、10歳なるみさん、12位ウォーカーさん、11位水鉄さん、10位清兄さん、9位アッキーセブンさん、7位ナスノさん、7位あ違う8位ナスノさん、7位ホリちゃんさん、6位マスオさん、5位新潟のひろきさん、4位アキラさん、3位クレイジーさん、2位マッツさん、1位テレイさん、パチ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 、ありがとうございます。7月17日のお話し会、オンラインお話し会の再販ただいま受付中ですので、よかったらお話ししに来てください。ツーショットとサイン会もあります。その日は感謝枠空いてるので、ありがとうございます。そう、詳しくは私のツイッターアカイスというのホームページに再販のニュースが載ってるので、ぜひそこから見てください。ということで壇上の皆さんもありがとうございます。はい、そして今日も配信見に来てくださった方、そして勉強配信最後まで付き合ってくださり、付き合ってくださった皆さん、ありがとうございました。せーの、みなさん、はーい、ありがとう。みんな楽しかった。もう私のパジャマ今これなので速攻寝る寝る。それではありがとう、来てくれて。また会いましょう。来週は大阪、来週今週末ん来週末今週末次の週末大阪でお会いしましょう。ありがとう。それでは配信終わります。5 4 3 2 1、かまたね、ありがとうございました。ありがとう、かまたね、おやすみなさい。頑張ったねー。頑張った、明日？うん、違うな。明日からまた頑張りましょう。頑張ったねー。